今夜は今ノリに乗っているハンバーガーチェーンから。昼時の店内は大にぎわい、皆さんガブリ。こっちもー、確かによそのより大きいみたい。こちらはご夫婦揃って大きいハンバーガーをガブリ。ボリュームがあってちゃんと肉が肉って感じがするところですね。食べたなって感じがします、はい、やっぱりワッパーだな。ん？ワッパー？ワッパーとはどでかいものという意味。そう、このワッパーを売りにするのが今夜の主役バーガーキングだ。どでかいワッパーがバーガーキングでは普通サイズ。マヨネーズを塗ったバンズの上にレタスとトマトを2枚、パティはビーフ 100%、 さらにオニオンやピクルスを乗せてバンズを重ねたら完成。野菜も肉もたっぷり。その大きさはというと、一般的なハンバーガーのおよそ 1.4 倍、直径13センチのビッグサイズだ。ちなみにバーガーキングでは一般的な大きさをワッパージュニアとして販売している。味もよそとは一味違う。その秘密が肉の焼き方。多くのハンバーガーチェーンは鉄板で焼いているが、バーガーキングは上下から炙る直火焼き。余分な油を落としてうまみを凝縮、他にはないスモーキーなバーベキュー感のある味を実現しているのだ。味もデカさもアメリカン。それがファンの心を掴んでいる。美味しいです。そんなバーガーキングは1993年アメリカから初上陸。しかし業績不振などの理由から一時日本撤退を余儀なくされ苦戦を強いられてきた。ところが今や絶好調。店舗数は3年半で倍増し、現在220店を超えている。売上も4年連続で伸びていて、今年は300億円を突破する見込み。その人気の理由とは。山盛りのトレイを持ったお母さんと子供たちが頼んだのはキングミールセット。ハンバーガーとポテトとナゲットとアップルパイがついてるセット。安いと思います、うん、こちらがキングミールセット。ハンバーガーとドリンクにナゲット、アップルパイ、ポテト、これだけついて850円。マクドナルドも結局お昼だと安いけど、お昼過ぎて夕飯とかに食べると高くなっちゃうんで。そう、バーガーキングは何時に行ってもセットメニューの値段は変わらない。こちらの女性2人組、レジでスマホを見せている。めっちゃ安いなと思ってアプリ入れました、すぐ。アプリをダウンロードするとクーポンがもらえる。なんと200円引き。お得感でも客を引きつけていた。人気の理由はまだある。大きなパティを1枚乗せて、さらにもう1枚、その上にチーズを乗せて、
3枚目？嘘でしょ。4枚目？これはアグリーザワンパウンダーという4枚の肉を挟んだバーガー。1ポンドはおよそ450グラムだが、これはその上をいく総重量500グラム、1400キロカロリー超え。値段も1990円と超ビッグ。どんな人が食べるのか。こちらの家族が注文していた。トレーにはワッパージュニアと巨大バーガー。食べるのはもちろんご主人と思いきや、え？奥さん？これどうやって食べるんだろうね。私がもうすぐ誕生日なんですけど、なんか一回こういうちょっとデカ盛りっていうか大食い系チャレンジしたくて。誕生日の記念としてこの巨大バーガーに挑戦しに来た。どう？めっちゃ肉。テレビの中のスケッチ中での食べ物だと思ってたんで、自分は現実に食べれるなんて幸せです。デカ盛りに挑戦したいという客が結構いるんだとか。おいしいよ、食べてみる。さらに年に数回この巨大バーガーの食べ放題イベントも開催。そこには大食いフードファイターたちが力試しに続々とやってくるという。そんなバーガーキングは今出店ラッシュ。じゃあ頑張りましょう。お願いします。お願いします。この日も東京成増に新店がオープン。そこに最大のお客さんの流れはこう来るから、ここって結構大事なの意外と。でもう一個この今一押しのやつをここに入れると。これまあ 色的には実はオレンジじゃない方が映える、うん、そう赤にした方がいいと思う。おそらく明日とかまたチラシを配り始める。細かく指示を出すこの男こそバーガーキングを運営する BK ジャパンホールディングス社長野村和弘45歳。お店の数が少なすぎるっていうところが一番お客様からのですねご指摘が多いので、まずはそこをきちっと埋めていく。このままいくとですね5年後には600店舗ぐらいのチェーンになりたいなっていうところ、そこを目指してます。バーガーキングの店舗数は業界首位のマクドナルドや2位のモスバーガーとは差が大きい。だが2028年末までに今のおよそ3倍600店を目指しているのだ。運営する BK ジャパンは2017年に設立。本社勤務や店長など合わせておよそ300人の社員が在籍している。今大躍進する裏にはこのブランドをバズらせ続ける野村の戦略があった。所詮マックには勝てないずっと言われてきたんですけど、50分の1とか100分の1の予算しかかけれなくて、それを工夫するのがやっぱりそれがマーケティングだったり新商品開発担当だったりいうところなんですよね。金をかけずにバズらせる戦略1、賛否両論のメニュー。ここはバーガーキングのテストキッチン、新商品を生み出す場だ。開発担当の今井。この日は7月に発売する新たな4枚肉バーガーを試作。チーズとスモーキーなベーコン、トマトを合わせた商品だ。発売前に必ず味を確認。
ゴーを出すのが野村の仕事だが、なんだろう、初めてチーズとバーベキューが喧嘩してるような気がする。四枚肉だとちょっと若干こう肉が飲み込みにくいっていうのもあるので、うん、水分がちょっとあった方がいいなっていうので、じゃあさ、チーズ抜いてベーコン8枚でやってバーベキューもう一回やってみてもらって、はい、納得するまで食べ続ける野村、3つ目を食べたところで、これでいこう、ここは美味しい。こうして味には自信を持って出す四枚肉シリーズだが、こんな客の声も。絶対頼まないなんか大きすぎて私は食べないかな、ちょっと重いかなって思っちゃいますね。実はバーガーキングの商品には否定的な声も多い。例えばこちらのバーガー、バンズの上には肉じゃなくてポテト。